こんにちは、フリント船長です。今回は、以前にアップした動画、ドイツでの車の運転、世界で唯一の速度無制限高速道路の最後で少し触れた、モスクワ駐在時代に、休暇でたびたび行った、ヨーロッパのレンタカー旅行について、お話ししたいと思います。これからヨーロッパを、レンタカーで旅行しようと、考えている方にも、この動画の情報を、役立てていただければ幸いです。私が、2009年から、2013年の間に、 エンタカーで旅行した国は英国、スペイン、アイルランド、フランス、イタリア、ドイツ、チェコとクロアチアです。モスクワでは運転してたの多くの日系企業では発展途上国に派遣する日本人駐在員が当該国で車の運転をすることを推奨せず運転手付きのカンパニーカーを対応します。危ないからかしら私の場合はドイツとシンガポールでは自分で運転していましたがインド、フィリピン、 ロシアでは、運転手付きのカンパニーカーがありました。ロシアはしっかり、発展途上国のくくりなのね。インド、フィリピン、ロシアの一般的な運転マナーは、確かに日本よりは悪いのですが、自分で運転することが、不可能なレベルかどうかは、微妙なところです。ただし、不慣れな外人が運転していると、路上で警官に止められ、難癖をつけられて、金を取られるリスクは、相当高いと思います。また万が一、 事故にあった時の対応等まで考えると、運転はしない方が無難です。そんなことで、私は、2008年から2014年までの、モスクワ駐在時代、ロシア国内では一切運転しなかったのですが、休暇で西ヨーロッパに出た時には、よくレンタカーを借りて旅行していました。その時に大変役だったのが、以前の動画、ドイツでの車の運転、の最後でご紹介した、日本語でガイドしてくれる海外用カーナビ、カーミンです。このカーナビを知ったのは、 荒俣宏さんの本、日本語カーナビで行く、ヨーロッパレンタカー旅行、完全ガイドイタリア編、でした。現在であれば、スマホの Google マップのカーナビ機能を使えばよいのかもしれませんが、当時はまだ、そのようなサービスはありませんでした。初めてカーミンを使った時は、ドイツに駐在していた時に、これがあったら、もっといろんなところに行けたのに、と思いました。カーミンを使い始める前、2009年に、 一回だけカーナビなしで、英国をレンタカーで旅行したのですが、本当に大変でした。初日と最後のロンドン以外は、ホテルも予約しておらず、どの街に泊まるかも含めて、都度気分で決めました。というとかっこいいのですが、実は、目的地のホテルを予約しても、そこにたどり着けるかどうかわからなかったので、そうせざるを得なかったのです。それはそれで楽しかったのですが、どこの街に行くにも、基本昼前後に到着して、まずはホテルを確保するという作業が必要で、 船にプレッシャーがありました。ホテルも当たり外れがあって、不愉快な思いもしました。カーミンで目的地にホテルを登録すれば、確実にそこに行けるので、カーミンを使い始めてからは、ブッキングドットコムで良さそうなホテルを調べて、あらかじめ全工程分の予約をするようになりました。レンタカーはどうやって予約したのもっぱらエクスペディアを使っていました。エクスペディアのレンタカー予約サイトには、米国版と米国版があったのですが、なぜか米国版の方が、 格段に安かったので、ヨーロッパでレンタカーを借りるのに米国版で予約していました不思議ねヨーロッパで車を借りるときの問題はオートマチック車が少ないことでしたええー、今どきマニュアル車なのなんで昔の日本もそうでしたがヨーロッパでは未だにマニュアル車が主流なのですマニュアル車しか運転できない日本の田舎のおばあさんみたいね私は1986年に車を買い替えて以来 マイカーは常にオートマチックだったので、マニュアル車の運転には若干不安がありました。モスクワで日頃運転していなければなおさらよね。2010年にスペインのアンダルシア地方を旅行した際、3泊4日という短い期間の旅行だったこともあり、予約しやすくてレンタル料も安いマニュアル車にしたのですが、左ハンドルのマニュアル車は思った以上に運転しづらく、大変後悔したので、その後は必ずオートマチック車を予約するようにしました。 私は、日本で免許を取った、1977年から1986年までは、マニュアル車ばかり運転していたので、なんとかなるかと思ったのですが、左ハンドルのマニュアル車の運転は、思った以上に大変でした。右ハンドルと何が違うの右ハンドルの場合、シフトチェンジの際には、右手だけでハンドルを持ちながら、左手でシフトレバーを握って、シフトチェンジします。左ハンドルでは、 当然これが逆になるのですが、左手だけでハンドルを持ちながら、右手でシフトチェンジすると、慣れていないせいで、どうしてもふらついてしまい、走行を安定させるのに苦労したのです。アンダルシアで懲りたので、その後は必ず、オートマチック車を予約するようにしました。レンタル料の安い小型車は、マニュアル車しかないケースが多く、結果として、グレードの高い車を借りることになったのですが、それでもレンタル料は、1日あたり1万円以下で、リーズナブルでした。エクスペディアでは、 複数のレンタカー会社を比較して選択できるので安いところを選べたのも価格がリーズナブルになった一因です。さてここからは各国のドライブ事情についてお話しします。先ほどお話しした通り最初のドライブ旅行は2009年5月の英国でカーミンなしでした。午前中にロンドン市内のレンタカー店で予約しておいたレンタカーを借りてとりあえず北を目指しました。スコットランドの首都 エジンバラに行こうと思っていたのですが、一日の走行距離としては、長くなりすぎるので、その手前のニューるスルで、一泊するつもりでした。ところが、ロンドン市内を抜けるのに、道に迷ってしまって時間を取られ、ニューるスルまでたどり着けず、相当手前のヨークで夕方になってしまい、そこで一泊しました。世界の中心、ニューヨークの、名前の由来となった街ですが、こんな偶然がなければ、訪れることはなかったと思います。新しいヨークだからニューヨークなのね。 ヨークに着いた時には、ホテルを予約するインフォメーションセンターが閉まっており、B&B を何軒も回って、ようやく空室を見つけることができました。これに懲りて、以降の街では必ず、インフォメーションセンターが開いている時間に到着し、そこでホテル予約をするようにしました。翌日、ヨークからエジンバラを目指し、途中、イングランドとスコットランドの国境を通りました。英国の中なのに国境って言うの英国の正式名称は、 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Kingdom and of です。この、ユナイテッド・キングダムは、連合王国と訳されます。つまり、英国は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという、4つの国の連合体なのです。確かに、サッカーワールドカップには、4チームが別々に参加してるわね。特にスコットランドは、独自の紙幣を発行するほど、独立心が強いので、わざわざ業々しく、国境に表示をしているものと思います。 独立する、しないで、ずっとガタガタしてるものね。スコットランドのみ、ローマ帝国の覇権が及ばなかったことも、独立心が強い原因かもしれません。あら、ローマ帝国に征服されなかったなんて、かっこいいわね。チャーチルは、カエサルがドーバー海峡を渡ったときから、大英帝国の歴史は始まると言いましたから、ローマ帝国外にあったスコットランドのことを、イングランド人がどう思っているかは、微妙ですけどね。ちなみに、 ドイツの大部分を占める地域も、ローマ帝国の支配を受けなかったのですが、例外的にローマ帝国の一部であった、ライン川流域に住むドイツ人は、そのことに誇りを持っているように感じました。ローマ帝国って人気があるのね。ドイツで、古代ギリシャローマ史の研究が盛んなのは、コンプレックスの裏返しかもしれません。英国の道路事情は、欧州大陸側と大きく違います。一番の違いは、英国のみが左側通行なことです。なので、 車は右ハンドルです。日本と同じなのね。英国人と話していた時に、日本も英国と同じく、車は左側通行なんだ。と言ったら、その英国人は、日本でも車は正しい側を走ってるんだね。と言いました。右側は間違った側ってわけ英国人らしいジョークですね。左側通行の国の多くは、英連邦の国なのですが、日本が左側通行になったのは、英連邦には関係なく、明治期の偶然のようです。 欧州大陸側も昔は左側通行だったようですがナポレオンが右側通行のルールを作ったそうですなのでナポレオンに征服されなかった英国のみが左側通行のままになったのですもう一つの違う点は距離や制限速度がキロメートルでなくマイル表示になっていることですなんかブレグジットの理由がわかる気がするわね2009年の英国旅行の際にはエジンバラの後湖水地方のウィンダミア湖畔の街 ボーネスに止まりました。チャンネル名のフリント船長は、英国の作家、アーサー・ランサムの少年少女向け小説、ツバメゴーとアマゾンゴーシリーズに登場するジムおじさんのニックネームから取ったものなのですが、その小説の舞台が、コスイ地方なのです。ドイツに駐在していた、1993年にも旅行できていたので、2回目の訪問でした。一般的にはピーター・ラビットの方が有名よね。この時は、道をよく知らない大都会で、 運転することに不安があったので、小水地方から機械にもかかわらず、ビートルズゆかりのリバプールには、あえて寄りませんでした。地図で場所を調べながら、ポールやジョンの育った家などの、ゆかりの場所を訪れることは、難しいと思ったのです。カーミンを手に入れて、不安がなくなったので、翌2010年に、リバプールを訪れることができました。この時のことは、以前アップした動画、ビートルズ巡礼、ロンドン、ニューヨーク、リバプール、で触れています。 ビートルズゆかりの場所に来るまで行くのに、カーミンが大活躍でした。2010年、カーミンを手に入れてから最初のドライブ旅行は、スペインのアンダルシア地方でした。お話しした通り、この時は、マニュアル車を借りてしまい、大変苦労しました。2010年の、2回目のドライブ旅行は、また英国で、前述の通り、リバプールを訪れたのですが、そこから足を伸ばして、アイリッシュ海をフェリーで渡り、ダブリンにも行きました。英国のドライブ旅行が続くのね。 モスクワは生活環境が厳しいということで、会社が旅費を負担してくれる保養休暇の制度があったのですが、その行く先がロンドンに限定されていたのです。でもロンドン以外にも行ってるわね。会社と交渉して、ロンドンを英国と読み替えることもか、というコメントを得ていました。ルールを変更することはせず、拡大解釈を黙認する、という了解を得たわけです。でもダブリンはアイルランドでしょ。ダブリンに行くことは、会社には秘密でした。 暗黙の拡大解釈を自分でもう少しだけ拡大したのです。その後も会社と交渉を続け、保養休暇の行く先に、デュッセルドルフを加えることができました。当然、デュッセルドルフをドイツと読み替えることもか、という暗黙の了解怪的です。これを使って、2012年にドイツでドライブ旅行をしました。ドイツ駐在以来17年ぶりに、制限速度のないアウトバーンのドライブを楽しむことができました。この時は、ドレスデンからちょっと足を伸ばして、 チェコのプラハにも行きました。また会社に秘密でそうです。バレなくてよかったわね。話は前後するのですが、2度目の英国ドライブ旅行の後、2011年夏には、フランス一周ドライブ旅行をしました。距離が長くて大変だったでしょ。2500キロの行程になってしまいました。モンサン・ミッシェルと、クロバンス地方に行きたかったのですが、この2カ所は、フランスの北西と南東に位置しているので、 結果として、フランス一周になってしまったのです。この時は、フランス車の苦情をレンタルしました。やっぱりフランスを走るなら、フランスの車がいいわよね。見た目はシックでかっこよく、驚いたことに、ベンツの C クラスに積み込むのに苦労した、スーツケース2個が、難なくスッキリと収まりました。フランス人は、車の収納を気にするので、フランス車は、収納に優れている、と聞いたことがありましたが、まさにその通りでした。一方、 オートマチックトランスミッションは、シフトアップの際にガクンと車速が落ちるなど、スムーズさにかけ、電気系統に問題があるのか、他の車など、近くで強い電波を発するものがあると、急に FM ラジオが鳴り出すなど、基本性能は今一つでした。それもフランス車らしさなのかしら。でも、九条さんまる8って高級車よね。また、クリープ現象が全くなくて、車を止める際の微調整に、大変苦労しました。クリープ現象って何オートマチック車で、 D レンジや R レンジを選択している場合にアクセルを踏んでいなくても車が動き出してしまう現象のことです。このクリーク現象をフットブレーキの加減で微妙にコントロールすることで車をわずかに動かすなどを行っていたので駐車の際にクリークがなくて苦労したのです。これにこりて以降はラテンの車は避けるようにしていました。次は2012年4月末から5月にかけてイタリアを旅行しました。2009年の英国旅行も 5月って言ってたわね。なんでいつも5月に長期休暇を取ったのロシアでは5月1日が命令、春と労働の日、5月9日が退独戦勝記念日で、祝日なのですが、この間に振り替休日を入れるなどして、日本のゴールデンウィークのようにするので、そこで休暇を取得する人が多いのです。ヨーロッパの他の国は、ホリデーシーズンではないので、この期間に旅行するのは快適でした。この時は、北イタリアを回り、 2012年末から2013年にかけての年末年始休暇は南イタリアを回りましたイタリアが気に入ったのねフランスでラテンの車に懲りたのでイタリアではもっぱらドイツ車を借りましたアルファロメオとかかっこいいのに残念ねイタリアの高速道路では追い越し車線を飛ばすアルファロメオをよく見ました2012年5月のイタリアドライブ旅行からモスクワに戻って1年近く経ってからイタリアから封書が届きました 交通違反の処理を受け負っている、イタリアの会社からのものでした。郵便事情の悪いことで有名な、イタリアとロシアなのに、その封書が私の手元にちゃんと届いたことに、ちょっと驚きました。届かなかったらよかったのにね。手紙の中に書かれた URL から、自分が借りた車の写っている写真にアクセスしたところ、フィレンテで宿泊した、ホテルの近くの道で、時間によってバス専用になるレーンを、通行していました。罰金は、日本円に換算して数千円で、 指定されたサイトから、クレジットカードを使って支払うことが可能でした2012年に2回イタリアドライブ旅行をしていたので当分イタリアに行く予定はありませんでしたなので請求を無視しても問題はなさそうな気もしたのですがたかが数千円でリスクを冒すこともないと考えて罰金を払いましたいつかまたイタリアに行った時にイミグレーションでもめたりしても嫌だもんね罰金を支払った数週間後に同じ会社からまた封書が来ました フィレンテの同じ場所で、違う日にバス専用レーンを通行した写真が、撮られていました。泊まったホテルの近くですから、同じところを何度も通っていたのです。手紙の出場日は、前のものと同じでした。同じ日に出したのに、イタリアとロシアの郵便事情のせいで、到着日が大きく違っていたのです。私は、前回と同じように、クレジットカードで罰金を支払いました。それから数週間後に、また同じ会社から封書が来ました。 出場日は前2回と同じで、フィレンテの同じ場所で、また違う日にバス専用レーンを通行した写真がありました。3通一緒に届いていたら、罰金総額2万円を超えました、とリスクのバランスを考えて、踏み倒していたかもしれませんが、バラバラと届いたため、結局すべてを支払ってしまいました。モスクワから帰国する前の最後のレンタカー旅行は、2013年8月のクロアチアでした。クロアチアは前月に EU に加盟したばかりでした。 モスクワからアイロフロートの直行便で、アニメ映イ魔謎の宅急便の舞台となった、ドゥブロブニクに入りました。ドゥブロブニク観光には、レンタカーは不要だったので、北に足を伸ばした、中5日間だけ、レンタカーを借りました。この時は珍しく、大衆車であるシュコダのオクタビアの、オートマチック車があったので、それにしました。シュコダはフォルクスワーゲンの子会社で、もともとはチェコの国営自動車メーカーです。バでタクシーに使われたりしている車ですが、トランクも広く、 悪くありませんでした。さすがフォルクスワーゲンです。さて今回のヨーロッパのレンタカー旅行のお話はここまでです。楽しんでいただけたでしょうかまた機会を見てドライブ旅行で訪れた土地でのエピソードなどをお話ししたいと思います。それではまた。